有名なルビンの壺です。見方によって壺に見えたり、向き合った人の顔に見えたりします。ミュラーリアー錯視です。2本の線は同じ長さですが、上の方が長く見えます。これはチェッカーフラグ錯視です。 A と B は違う色のタイルに見えますが、こうして色を延長して重ねてみると同じ色だと分かります。人間の脳が物事を認識する力は意外とあやふやで不確かなものです。もし人間の脳が何かの理由で変質してしまったら、人間の感じ取る世界も大きく変わるはずです。例えばそう、これまでは虚構の存在と思われていたものたちが突然現実として目の前に現れたり。今から十数年前、ある理由で人間の脳に大きな変化がもたらされた。現実と幻影が入り混ざり、様々な空想上の存在がこの世界に出現したのだ。詳しいことは後ほど述べるが、これはそんな時代に生きる俺たちの物語である。やばいやばいやばい、遅れたらまた舞先輩に回し蹴り食らう。歩いて足遅すぎ。たまには本屋もやめてスポーツとかしたら。大きなお世話だ。もう来てる。待ってください。
ファントム、ソードの天秤に巨像を垂らせ。になったね。私たちも行こう、くるみちゃん。ドキドキしたね、ハルムレヒト。みんな行っちゃったね。ハルヒコ、さっさと片付けるわよ。はい。色から察するに、このファントムの属性は火、水国家の法則で、弱点は水の木ね。五行万象を発祥し、水なる力が化を沈む。相変わらず大きな音声だな。すごい、見るな。星を満たさん。また新しいスケッチブック買わなきゃ。今日の報酬はゼロです。なんでですか、先生。学校の施設を壊しちゃったでしょ。弁償してプラマイゼロ。そんな、あたしの生活が。また仕事回してあげるから待ってらっしゃい。はい、今日のミーティングは終了。みんな気をつけて帰りなさい。マイ、お疲れ様。まあ、次は頑張れや。ハルヒコ、そう落ち込むなって。雨降りの日もありゃ、荒れる日もあるさ。ありがとうよ、翔助。はあ、ため息つかない。その度に幸せが逃げてくわよ。自分だってついてたくせに。補正学院脳機能エラー対策室、ファントム退治をする、いわば部活のような集まりだ。しかし俺とマイ先輩のチーム E は最低の成績である。まずい、まずいわ。今日の報酬当てにしてたのに。今月そんなに苦しいんですか。今月も来月もその次もずっと苦しいの。高校生が自活するのは大変なんだから。やっぱり2人だけのチームじゃ無理があるわね。なんとかメンバー補強しないと。補正学院は私立の学校だ。俺一条春彦はこの4月に高等部に進学した。趣味は読書。学校の図書館の本は読破してしまったので、主に公立の図書館を利用している。ねえ、もっと面白い本ないの。エッチな本とかエッチな本とか。ここにはそんな本はない。補正学院は小中高一貫教育だが、他の中学から高等部に入ってくる生徒もいる。もしかしたらその中に俺たちのような特異能力者がいる可能性もある。意外と近くに埋もれた人材がいるかもな。前に聞かせてやった三国志の画寮宝数みたいに。忘れちゃったよ。ハルヒコの話ってすぐしょうもない方に脱線するんだもん。あれ、こんなところに墓地なんてあったっけ。道間違えちゃったんじゃないの。いつも歩いてるのに間違うわけないだろう。ジャメビュっていう現象がある。よく知ってる風景が初めて見るように感じられる錯覚なんだ。もしかしたらこれがそうかもしれない。ハルヒコ、あれ、ファントムだ。女の子、助けなきゃ。恥ずかしいからあんまり見ないでくださいね。ファントムイーター、得意能力者だ。落ちるな。
だよ。マレモノ。待って。ああ逃げられちゃった。お前が余計なことするから。ひどい。助けてあげたのに。泉さん、俺は諦めないぞ。俺たちには君が必要なんだ。貴重な才能を持ってるのに使わないのはもったいないじゃないか。昨日のこと怒ってるなら春彦のこと蹴飛ばしていいよ。私が許可する。なんでお前が許可するんだ。いえ、あれは事故ですから。すみません、私こそ投げ飛ばしたりして。ああいや、でもごめんなさい、やっぱり私には無理です。そんな、待って、そうだ、お昼は食べた？まだなら何かおごるよ。学食で。学食？ここのお料理本当に美味しいですね。いくらでも食べられます。すっごい食欲、かっこいい。私、学食って一度来てみたかったんです。でも、お小遣いをもらっていないので、お金がなくて。え、お小遣いもらってないの？いえ、こちらのことです。それよりよかったらお話を。わかった。じゃあそもそもファントムとは何かから。みんな知ってることだけど一応説明するよ。ファントムとはいわゆる幽霊や妖怪、魔物、その他諸々の異形の者たちの総称なんだ。もともと空想上の存在だったり、一部の人間にしか認識できないとされていた。十数年前、荒屋式社という会社の実験施設が爆破テロに遭い、脳に達することができる特殊ウイルスが施設外へ流出。大規模バイオハザードによる脳機能の変化が人々を襲った。その結果、誰の目にもファントムが認識できるようになってしまったんだ。いわば幻影とリアルの境目が壊れて現れたのがファントムだ。さらに乳幼児らに異能力が発現。つまり俺や君のようにファントムに立ち向かうことができる特異能力を持った子供が次々に現れた。ほとんどのファントムは無害だけれど、中には君が封印したような人を迷わせるファントムもいる。俺たち能力者は学校ごとにクラブ活動のようなグループを作って、そういう迷惑なファントムを封印したり追い払ったりしている。ちゃんと報酬も出るんだ。現金じゃなくて品物とかだけどね。あの、ルルちゃんもファントムなんですよね？そうだよ。でも私はいい子だから退治とかされないの。いい子はつまみ食いなんかしない。でどう、チームに入ってもらえないかな。お小遣いもらってないならバイトの代わりにもなるしさ。舞先輩もお米や日用品をもらって生活の足しにしてるんだ。こんだけ税に使わせといて嫌とは言わせねえぜ、ちょうちゃん。とりあえず見学だけでも。はあ、泉玲奈さんね。私、2年の川上舞。お姉様。お？ごめんなさい。私のいた女子校って上級生をお姉様って呼ぶ習わしだったので、つい。へえ、なんかお嬢様っぽい感じだな。さっき顧問の姫野アリス先生から新しい依頼が来たの。今度こそ成功させるわよ、私の生活のために。今度はどんなファントム？電柱のファントム。宮沢賢治の童話みたいですね。楽しそう。あの電柱ってこの山で切られた材木で作られたらしいの。それがファントムになって帰ってきたってことみたい。それにしても本当体力ないわね、あんた。そう言われても。あのファントムさん、別に悪いことはしてないんですよね。無理に追い払わなくても。あのファントムのせいでこの辺に電波障害が起きているんだって。うちのクラブの最終目標はファントムとの共存けど、話の通じない迷惑なファントムはどっか行ってもらわないとね。ピーパー。五行万象を発祥し、金なる力で僕を沈む。肺の禁忌で拳を満たさん。いざや、アジャ転生の戦に臨もうぞ。電撃。まいまい。毎日大丈夫？なんとかね。つくもどに。
捨てられた道具類が恨みを持って変化した妖怪です。昔この山では切り倒した木を供養する踊りを踊っていた。今彼らは自分たちでそれを踊っているんじゃないでしょうか。でもなんで貧乏ダンスなわけ？貧乏というのはキリスト教でいうこの世と天国の狭間の世界のことなんだ。役目を終えて昇天したいのにできない、そんな悲しみをファントムたちは貧乏ダンスで表現しているんじゃないだろうか。キリスト教の貧乏、それが貧乏ダンスの語源なんですか？いや、何の関係もないけど。嘘だよ！いい加減なのね。でも一条くんって物知りなんですね。びっくりしました。ただのオタクよ。暇さえあれば本読んでる割にバトルに使えない残念知識しか持ってないんだから。そんなことないですよ。ファントムの正体と踊ってる理由が分かったからには対策だって立てられます。みんな頑張って。本当にこれでファントムを封印できるんですか？そのはずだよ。つくも神たちは人間に祀って欲しがってるんだから。触れたら感電しちゃうわ。気をつけて。やったー。これでつくも神たちも気が晴れたはず。してもらいたがってる。ハリコスケッチブックは？ショタ、買うの忘れた。どこまで使えないの？私に任せてください。人間たちの役に立ってたんだろうにな。もしもう一度木に生まれ変わったら、また人間の役に立とうと思ってくれるだろうか。そう、やっぱり一人でやっていくんですか？はい、これまでずっとそうでしたから。わかりました。でも気が向いたらうちの活動も手伝ってくださいね。機会があれば。失礼します。みたいに4月から入ってきた子かしらね。ファントム、それは人間の脳が生み出したリアルな幻影。幻想と現実が曖昧になった不安定な世界で俺たちは今日も生きていく。